ミルアカイノウェバーでございますノーミルクサットでございます今日もいろいろ教えてください,、ね、い今日はこちらですどうでた？欧州熱視線選手今度は国内ミッドフィルダーへの移籍ロック いたします。ます行ってしまわれるのですか。<laughs> その予想が強いんですか。この皆さんは。オファーは少なくともあるんじゃねえのーという皆さんでございますよというところで、はい、どんな人いるのか見ていただきたいと思います。はいミラーカマンチやってました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。まよろしくお願いします。うん、ということで今日のミッドフィルダー12はまあウインガーとボランチって感じなんですが合計12、はい、こんな皆さんでございます。はいはい、なるほど。 はいとい,い,い,、はい、いうところで、うん、まあ左側が大体ウインガー系の皆さんで、うん、まあ右側がボランチ系の皆さんなんですけれどもロックオンというと戦闘機が後ろに突かれてもうね、うん、逃げられないという。うん <laughs> もう発射されるだけだけととといいううう状態ってここでですかねそまああとはだからどこのチームからオファーくるのかとかどのリーグからとかっていうところでもしかしたら残、ねはい、国内に残留するとかっていうケースあると思いますけども。ということでまずは左上東俊輝選手からでございます。はい えー、2年前にこのいわゆる遺跡録音っていう形の動画で、まあ、いわゆる欧州から録音されてるんじゃないかみたいな感じで出したのはやったんですけど、うん、まあその時に僕多分シントトロイデンかなんかで名前出したと思うんですが実はねそのヨーロッパのいわゆる東側の方ですか、はい、からは何チームかからオファーはあったはずでこの2年間ぐらいでんえなんだけど例えばいわゆる5大リーグとかではなかったんですよね。はい でだから本人としてもまあ行かないみたいな選択肢も取っていたみたいなんですけども、うん、そのこの2年間ぐらいでいわゆるスキッペ体制以降とかですけどだんだんその得点に絡むみたいなところでのパフォーマンスがかなり向上してきたってところもあってまあちょっとこれは今年あたりそろそろもう現実的なんじゃないかってのもあったりしますと。で日賀選手だけじゃなくななくんか去年なの冬、うん 結構な皆さん広島の皆さんオファーいろんなところから国内外からあったらしいんですけど。うんそれ みんな残ったってあれだったんですよね。やっぱスタジアムで戦いたいとかそういうねうでしょうチームの体制も本人たちもねあったっていうことなんでしょうか。うん、はい。特にだって10年以上前からだってスタジアムの話あったんですよね広島ってね。うんでだからユースからいるような東区もユース出身なので、ああそうか。その子たちからしたらやっぱり彼らにとってもね悲願のってのはあるでしょうから。かじゃあここでシャーレオナってことになればもうより、ね。うん。よりそうでしょうね。ははは。 今 ACL2 でもね結果残したりしてるのでいわゆる日本対日本人選手じゃないところでも活躍できるのも見せてますから結構現実的になってくるのかなと思います。 えー、そして、えー、続いてちょっと飛んじゃうんですけどこ、えー、2番目の近藤選手とあとその1個は笠柳選手を挟んで4番目の俵積田選手、はい、ちょっとこの2人同じ傾向なので一気にとど,どんどんいっていこうかなと思うんですけど、えーえー、まず、まあ、最近で言ったらこう、うん、日本人ドリブラー J リーグの、うん、まあやっぱり三笘薫、うんえー、その後金子拓郎、うん、で最近で言ったら平川優、うん、あとは、まあ、今年の夏で、ね、イングランドでらも行きましたけど横山歩。うん あこの辺りがやっぱりあのドリブルランキングでずっと上位を示したような皆さんだったりするんですけどはい、はい、要は今の1位が俵積みなんですよね<ー> 1> j 1はい、はい、おすご位。ですすねそうなんですよ、はい、でよここほんと最近のっていうのとこだけ考えると近藤選手かなってところがあって。はい なんか最近のこうヨーロッパからって言えばいいと思うんですけど J リーグに対するこうものの見方で言うんであればドリブルでどれだけ打開できてるのかっていう選手もうめちゃくちゃ打開できてるよって選手に対しては。 ほぼ確実と言っていいほどオファーが来てる状況なんですよね。ってなるとデータ面で1位っての残してる田原積田選手とか、はい、最近ナンバーワンだよねって言える近藤選手だとかそのあたりにオファーが全くないなんてことはちょっと考えられないなと思うのでほどまあ行く行かないは分かんないですけど、うん、まあオファーはあるだろうなというところでございますと。うんうんうん その中で札幌の近藤選手に関しても、ね、チーム状況的にまだ残留できるかどうかがまだ分からないというところもあるので、まあ、仮に残留できなかったとかってことになると、まあ、それこそヨーロッパ目指すとかっていうケースは出てくるかもしれないなというところでしょうかといったところでございまい。うん、そしてもう一人、今度は J2 からちょっと1人持ってきたんですが、はいえー、ビファレン長崎、笠柳翼選手でございますと。うん えー、今年長崎で31試合に出て、まあ、3ゴール、6アシストのまあ若手。いい仕事ですよね。で、あとちょっと多分今後一生のこうあれに残ると思うんですけど、うん、あの新スタの日本人初得点者なんですよね、日本人初得点者っていうのをカウントされるんですか結構あると思いますけど、なんか良かったなと思ったのが穴原、あわら。 新スタのフ初得点者ってあの相手からこう、相手のこうビルドアップミスをマテ選手がね、かっさらったってとかあったんですけど、うん、それだからちょっと得点のパフォーマンス、あんまりこう長くなかったんでたね、うん、ただ、笠柳選手あのこう、4点目取って、しかもアディショナルタイムだったっていうのがあったから、スタジアムの,あのスタンドにこう腰かけても、ああ、印象的だったね、たな,なるほど。そう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 、あれはかなりこうカメラとしても使いやすかっただろうなあ<ー>とか、確かに映像としてれる映像にね,残したっていうかね と思う思んですよねその笠柳んなんですけどまず、うん、まあ若手、まあ、まだ3年目とかですから、うん、で、えー、3ゴール6アシストの活躍もすごいんだけどあのー、要はですね、えー、2020シーズンのいわゆる大卒ルーキー当時の三笘んの前半戦にちょっと似てる感じのデータになっていて、うん、まず三笘んってさ今はじゃもうほらブライトンでスタメンで代表でもスタメンでずっと出てるけど。はい なんかほら川崎出だした当初って途中からだったじゃないですか。そうですねでただも後半から出てこようもんならバッタバッタとなぎ倒しだったと思うんですけど、はいはい、長谷柳区がちょっとそれに近いところになってきていて、はい、だって90分間あたりでのドリブル数だったらもうちょっと J2 ントツレベルになってきてると。 なのである意味では三笘薫とかと今年前半での平川優みたいなそのドリブルでギュギュギュッとこう行けるって選手になってきてるのでまあまだ J2 の選手ですから J1 行くっていう可能性もありますがヨーロッパが前に前に行回るんじゃないっていう選手ですね五人交代だからプレゼンス上がってますよねウイングのドリブル。そういうことなんだよね,<ー>ねそうかそうか,そうかここもいいなってところでございますはいはいはい、はい そして今一人 J2 からも出しましたがもう一人俵積みだくんの下のところ、はい、なんかエンブレム何にもないですけど<お>明治第三年生太関東一部リーグの現アシストまあ大学のね<ー>なんですけどまず松木君の同期です青森山田同期 <うん S 2> ああそうですかそう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 <ー>その時も実は見る分かれ名前出してて その時あの裏割り練習参加とかあったんですだ高校3年生時点で国内トップクラスのクラブがもう目をつけてたって状況でもあるんですけど、はい、そこから3年経って、まあ、大学リーグの中でも頭角を表してるところがタイトル取りそうっていう状況になっていてちょっとそうなってくると大学の先輩佐藤健壱を超えてくる可能性とかもあるんじゃないかってのでやっぱヨーロッパ行き見えてくる部分はあるんじゃないかと、うん、ちょ直でってこと 直もあり得るかもしれないですね。はあ、はあ、オービ訪問とかして。<laughs> ね<え> <laughs> ブレーメン行っちゃうみたいなね。はあ、あ,あ、そうか <laughs>、まあ。あるかもしれない,いで。今日、えー、名前上げておきたいなという選手でございます。だか,から直で。はい。でも結構だって明治とか筑波とか王政とかそもそもう。結構あの日本人じゃないスカウトの皆さんちょこちょこいらっしゃるらしいですからね。ですか。 だから、それで、なんだろうな、な<ー>全くその中で数字を一番出してる選手に。名前が全く上がらないわ、うんうん、ちょっとそれは違う、ね、さすがに違う。思うからあ、そういう時代でございましょうか。そうなんでしょうね。ねすごいね。はい、すごいね。うんうん、そして、えー、続いて、今度は、えー、神戸の佐々木大樹選手でます。なるほど。はい、えー、ちょっと。 と面白いかなとまず思うのがですね、あはい、まあ彼といえばまあいわゆるアタッカーのポジションで使われる選手なんですが、はい、スピードのイメージ、はい。そうですよね。うんうん、ただあの本当去年ぐらいからプレスがあまりにも上手くなってきたなっていうところがあり、うんなんか彷彿するのがですね、ええー、まあある意味二代目知念慶って言っていいんじゃないかなっていう、うん。二代目知念慶なるほど。 知念 <laughs> さん自体がもう第2形態なんで、もう2代目って言われても、よくわかんないですけどね。いわゆるフォワードのところからいわゆる中盤、ボランチとかにコンパスされてもおかしくないかなと思って、ね、ううね、な,なんか奪い取り方が、なんかそれこそあの日本人選手で言ったら、遠藤航選手とか佐野海中選手とか、なんか本当、うまいんですよね。うん、突然そういう才能を発揮するたりするんですね、もともと得意だからね、どうなんだろう。はいねえどう 似たような選手でまず実は海外でもいるのが、うん、あのブラジルの,あの今ニューカッスンにジョエリントンっていう選手がいるんですけどもともといわゆるセンターフォワードストライカーなんですが今ボランチやってるんですよしかも奪い取る方は<ー>だから本当知念さんみたいなことやってるわけですよもし日本人の中で次誰かがそういうことあるとするならば最初一かなと思って<ー>ダルビーどっちでも面白いなと思ってるんですよ<ー>フォワードで最初出ててみて でちょっと疲労がたまってきたところで中盤にずらして、あたあね、それこそ海外の生まれ若手アタッカーまた入れてみたいなところで、今度中盤、ガーッとかかき回してくれるようにとかってこともできるかなと思うので、ちょっとそういうところからも、もしかしたらまあ神戸も、ね、優勝とかしたらまたこう連覇とかになったらかなり海外からも見られる形になると思いますから、結構ちょっとありえるんじゃないかなっていうのを入れてみたいよという話でございます。というところでまあ左側だったので、今度は右側の4名いきたいと思いますと。はいはい えまず右上のところで、田中聡選手です、うん、あそうですね、1回もうベルギーのコルトレックいってますからですね、ね、はいうん、ただ、そのコルトレック1回行く前とちょっと違うなってのが、うん、なんか奪うタイミングのなんか冷静さみたいなところとか、うん、あとも最近、めちゃくちゃ発揮してますけど、前線にまあよく顔出すようになってるっていう。んねんそうなんですよ、ねうん なんか本人ももうインタビューとかで語ってるんですけどやっぱベルギー行く前とか別にそのこう得点がどうってこう考えるタイプではなかったんだけどやっぱベルギー行ってみたらそれこそディフェンダーだろうがボランチだろうがまあ得点を狙いに行くとうんなるほどだそういう指標みたいなというかうん、うん、そういう考え方がないとそもそもだから向こうまた行くっていうことがあったら使ってもらえないんじゃないかあなるほどそこも焦点に進化してるんだ、うん、国内で、ま、そういうことですね。 あ意味では遠藤航の後継者になるんじゃないかと言われてましたけど、ちょっと森田君っぽい感じになっちゃってるかもしれないですね。うん、なるほど。そういうタイプで今えば成長中だと。2002年生まれで今年が22歳ですかね。まだまだいけるでしょう、ね。へ、えー、すご。はい、注目でございます。はい、そしてその次か、その田中聡選手あ一個上の2人で、馬場聖也、川崎壮太の2人でございますと。はい <laughs> まず馬場君ですが、もともとベルディの株組織からね、札幌行きましたけど、まあ、ボランチより後ろ、4バックのいわゆるサイドバックでも、3バックだったら3センターバックの全部のポジションでも、まあ、ぶっちゃけどこでもできるんですよね、まさ素晴らしいですね。素晴らしいよね。で、またちょっと得意性があるなと思うのが、そのサイドバックと、だと4バックのセンターバック、3バックのセンターバックだボランチ、全然違うじゃないですか、ポジション。なんかね ほぼ似たデータ出す面白いよねだからどこ行っても俺はちゃんと奪いますそして縦につけますみたいなそういうデータを毎回残すって形があるのである意味ではだからどこでもある程度計算立てられる選手になると思うから。うん 面白,面白いですね。てすねはい、ということで、まあ、<ー>あとはユースの同期ジョエルリヒトを追いかける形にはなると思いますけど、やっぱり札幌が残留できるかどうかってところもちょっとポイントになってくると思いますから。はい、まあ、終盤戦次第なのかなってところですが、はいえー、彼はまたヨーロッパにピックアップされそうな選手の一人かなというところでございます。はい、はい、そして続いてがソウタくんですね。川崎ソータ、ソ紀夫、夏パリオリンピックが終わった後に、本人はベルギー狙ってるっていう報道も出ましたけど。うん デンマークのチームからオファーがあったってのもまた出たで、ね、ただ移籍最終日とかだったんですよそのオファーがあったのが。で、いわゆる書類だとか準備してたのかどうか分かんないですけど、どうやら時間切りで間に合わなかったってことがあったみたいーブレンビ,ーブレビーしか知らない。 ねどこだっけどこだっけかね見てらん<で>見てらん <laughs> その二つじゃなかったすだけどもうちょっとゲームで出てくるから、ねはい、それしか知らなかっただから,だから、まあ、改めてこう面倒だなっていうふうに思ったのが、うん、オリンピックでこう決勝トーナメントまで残っちゃったらその8月10日クラスまで行っちゃうから、うん、そこから一回こう日本戻ってきていわゆる書類準備して行きましょうっていうふうになると、うん、もう時間ないんだよねなるほど うんなんで、ーはーはーだからオリンピックでちゃんと活躍した組とかが、うん、なんでしょう,こう、オリンピック経て移籍しようと思うのであれば、うん、次の冬がまあ現実的なところなのかなと思うので、川崎颯太選手あたりは、あとね、前の方で出した細谷選手とかもそうですけど、うん、まあ次の冬ってのがのが、現実的なラインになってくるんだろうなと思います、ね、どうなるほ,ど,なるほど,、うん、どこに行くのかまた注目されるところかなと思います。うん、はい、えー そしてこのロックオン常連な感じになりますけども、田中俊太選手で、札幌から今年セレッソに移籍してきて、まだ10か月くらいですけどもね。ただ、まだもともとあのときの札幌大卒トリオって言われてましたけど、田中俊太、金子拓郎、高峰智紀で3人ともずっとヨーロッパからマークされてたんですよ、ずっと。で、高峰金子はもう行っちゃったわけですよね。はい だからあととはもうう田中修太君っていうところで,、うん、でだから普通だったらまあないかなと思ってたんですけど小菊監督がいわゆるお辞めになられる彼、うん、わゆる彼も、はい、そうそう、うん、やっぱこうやって監督変わるタイミングでなんかこういうことっていろいろ起こりやすいものにもあるので。うんうんうん ババセイヤ選手同様センターバックあとサイドのセンターバックあとはボランチアンカーと真ん中系の中盤後ろ全部できる選手でもありますから話したくないでしょこれは話したくないんだよねよっぽどのねオバーというかそうなのよ以前だったらもう年齢的に97年生まれなのでもう27歳ぐらいとかなのでない って言えるあれだったんですけど、うん、だって同期の高峰が夏に行ったばかりですからね、うん、それこそ,そう、ね、日本人も全然ある、ね、日本人の三十歳はね欧米でいう十九歳だっていうこと <laughs> <laughs> でも本当にそういう意味からされるだろうからねかいは言い過ぎだけどうん、うん、でも二十代前半二十二三歳ぐらいっていうふうに見方はちょっとあるんじゃないかっていうの、うん、本当あるみたいなのではい、はい まあリアルにはあるかもしれないですねとねそこセレッソで半年だけ一緒にやりましたけどマイクマ君だって AZ 行きましたからね、うん、そういうこと考えるとまあないとはちょっと言いづらいかなというところです、ねうんうんはい。でもセレッソとかは主力で考えてるから他の選手もみんなそうでしょそうなんだよ、ね。残すべく努力をしたいわけだよね。そうですね。ななんだだかかそれ相応のだかららがやっっっててくるってなったらもう じゃと、うん、いうことになるでしょうから、まああとは本人が行きたいかどうかにもよってきますけれども、うん、また果たしてこのふうどうなるか注目されるところでございます、うん。もうそうだね、ここに上がってくるってことはクラブの人たち絶対に話したくない選手ばっかりですもんね。はい、そうだろうね。さ、まあどう <laughs> なんだろうね。出て行ったで出て行ったでそのお金でチームやりくりしなきゃいけないっていうね大変ですよね。ギリギリ,ギリまで大変なのよね。なるほどですね。しかし選手がもうだって。 代表にも入っていこうという。ね。そうだよね。はい、育ってきて、嬉しいですね。すごいですね。本当だね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、いただきます。ありがとうございます。右下にずっと出てますけど、配信赤いもの方がね。ええ、発売中ということ。そうでございます。ましたね。いや、そうらしいね。そうですよね。まあ、先生、あの、今日、これからなんですけどね、収録的 これから行くんですけど、盛り上がる予定なんで、ぜひアーカイブを見てください。うね、<laughs> よろしくお願いします。今日もありがとうございました。ありがとうございました。のみうさでした。ということで、エミロカまンキャんトはチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。お願いしますー。ーアンタマフラーもぜひよろしくお願いします。今日もありがとうございました。しじゃあね。またね